やー来ちゃいました。なんかね、左には大きく富士山見えちゃうし、うん、ねえ、なんか林さんこの辺に住んでるんでしょ、うん、普段は。そうなんです。おー、うん、で仕事がない時、オフの時にはこっちに来て過ごしてるっていう感じ。そうそう、うんうん、はあ、そうなんだ、うん、なんかこう意外と私林さんのルーツとかって知らないなと思って、林さんのことってどれだけ知ってんだろうって思って、だからね、こういう自然な豊かなところできっと多分過ごしてる時の林さんの姿って違うんだろうなと思って、多分リラックスしてるでしょうし、なんかどんな幼少期過ごして、うん、どんな子供時代だったのかなって。変わってた、なんかね、人と明らかに違う感じで。あ、そう、ちっちゃい時からそんな感じで、うん、はい、へ、人をずっと俯瞰して見てるみたいな、ね、いや、なんかこう例えば2人だけ喋ってて、そこにこう林がいたとするじゃん。子供時代の話だよね。そうね、そうそう、なんかこう、うん、入るわけでもなく、うん、あ、人間ってこうやって話すのねみたいな。あ、ちょっとこう離れたところから、うん、人の会話とか動きを見ている、観察しているっていう子だった。へー、あんまりそこにこう入ってこうとかじゃなくて、なんか見てる。ずっとそういう風な幼少期過ごしてきて、うん、で例えば中学校とか高校時代っていうのはどんな感じでした？なんかね、中学とかそのあたりの頃は、うん、なんかその、うん、なんだろうな、観察するとか静かにしてるとか、うん、あの人に入らないとか言うだけじゃこうできないからなんかこう入ってはいくんだけど、うん、その入り方がなんかこう、なんつうの、どんくさいっていうかさ、あ、まだ慣れてないからね、ぎこちないから、なんかこう嫌がられたり、ワンテンポ遅かったり、うん、してそれに悩むみたいな。だからあんまりそういう意味ではこう人とこう接点を作るとか、人の輪の中に入って何か一緒にこうグループで何かをやるとかいうのは得意じゃなかったと思う、ね、あ、じゃあ例えば夢中になってたスポーツとかってある？あ、ずっとね、水泳してました。え、いつぐらいから水泳やってるんですか？ね、小学校の4年生ぐらいかな。うんうん、それきっかけって自分が、あ、水泳だったら一人だしやりたいって思ったのか、なんか、ね、なんだろう、きっかけは。親父が、うちの父が、うん、野球大好き、野球超上手みたいな人で、で、そのうちは弟と2人の兄弟なんですけど、その野球をやらないやつは人間じゃないとって言って野球やらされてたんですけど、まあ下手で。あ、林さんがね、そうで、弟はやらせたかったんだ。弟はね、それなりにこう上手かったんだ。だけど私下手だったので、お前は人間じゃないみたいな感じの扱いだったので、だからこう、なんかやんなきゃな、スポーツな、ちょっと人間っぽさを見せなきゃなみたいな、ね、と思って水泳始めたら、あの、そこそこ上手かった。こう中学もなんかこう水泳部が強い学校に行こうって受験して。あ、中学から受験して。そう、私立のね、その水泳の名門っていうところに行って、そこで水泳に特化した学校を選んで、そうそうそう、ガシガシ泳いでました。あ、じゃあどちらかというと生活の中心はこう水泳だったっていう感じ。そうそう、オリンピックに行こうとなんか本気で勘違いして思ってたから、うん、あ、中学時代の林さんオリンピック選手を目指していた。そうそうそう、一番花形でしょ、ね、100m の自由形って、うんうんうん、それ東京都でしょ、うん、だからね、予選は勝ててもというか予選は行けても、そこから先は行けないんですよ、うん、だから、あ、なんかこう頑張ってもなんないこともあるんだなみたいなね、ちょっと挫折感あるよね。オリンピック選手を目指してたんだけれど挫折感も感じた。そうそうそう、で、その名門だからさ、オリンピック選手の高校2年とか3年のオリンピック選手とか横のコースで泳いでいくわけですよ、うんうんうん、で、あの、足に、両足にバケツつけて、あの、紐つけて、そこに後ろにバケツがあって、それで平泳ぎ泳いでるのに自分が一生懸命クロール泳いでいくのに早いみたいな。あ、これはオリンピックに行けないかもしれないと思ってじゃあもう林さんの中での一番最初の挫折感というのはそこだった。ああ、そうだね、確かに確かに。ああ、そうだった、うん、目指した道は。そうそうそう、中学3年の時に、うん、そのもう嫌になってたんですよ、うんうん、で、うん、その夏の合宿っていうね、なんかふやけるほど泳がされるっていうね、うん、全身がねそうそうそうがあって、どうしても行きたくなかったの
でそしたらなんかその学校で英会話の先生が主催しているアメリカへのホームステイっていうプログラムがなんと同じ時期にあってですね、ほうほうほう、まあ、これにもし行けるようになったら合宿行かなくていいんじゃんと思って逃げる言い訳をホームステイにしちゃえと。そうそう、英語は20点ぐらいだったんですけど英語苦手だったんですか、うん、中学時代に。そうです、2週間、2週間行った、うん、他の子たちはさ勉強していくからさ、まあね、そうこれ通じたとか、まあ、そうそう、これは言えたとか、うん、そういう話なんだけど、うん、俺全然ないから、うん、なんか念力で通じ合えたとか2人で辞書引き引きやったとかそういう体験だから確かにね、うん、何も手持ちにないからその場で何とかするしかないっていう体験も2週間して、うんうんうん、そうそうそう、あ通じるんじゃんと思って、じゃあ面白くなっちゃってですね、うんうん、そして帰ってきて英語の勉強を自ら始めるみたいな。あそこか、うん、だって林さん英語すごいベラベラだからね、うん、そこで勉強してそして中学校卒業して、うん、その後どうしたんですか。いや高校は行きました。高校行った、それ日本の。そう日本の高校、その、うんうん、なんかそのままこうあのなんていうの、行ける学校だったから、うん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 、赤点ばっかでしたけど行けました、うん、で行ったけどもうなんか学校はつまんないし、うんうん、なんかもう英語と水泳しかできないから、うんうんうん、他のやつ全部赤点みたいな、うん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 、でも英語だけ100点みたいなああやっぱりその時点でもう英語すごい得意になっていて、もう独学で結構こう英語力つけたっていう感じで、ちょうどなんかこうバブルの時期だったから、うん、なんかこうなんつうの、日本の企業がアメリカのなんかでっかいビル買うとかさ、なんかこう牛肉オレンジみたいな話とか、そういう時代だったので、うん、なんかこうグローバルに出ていけばなんかなせるみたいなね、なんでも好奇心旺盛だから、うん、日本の学校つまんないし、うん、でもう一回あのその高校1年生の夏もう一回アメリカ行って、あの自分でねそのファミリーと連絡取って、あ中学時代のホームステイ先に連絡取ってで現地の高校に入れてもらったとか入った、そのまた夏行ったら、うん、そこでなんか話して、うん、あやっぱ こっちで勉強したり生活するの面白いなと思って、あ行こうと急に思い、アメリカの高校に入り直したんだ。そうです。で、うん、あの親父に言ったらですね、うん、休学してアメリカの高校行きたいって言ったら、そんな甘っちょろいのはダメだと、日本の学校はやめて行きなさいと、うん、はい分かりましたということで。お父様も潔いなアメリカでの高校生活どんな感じでした。アメリカ感、あでもその好奇心でいうと、うん、すごいいっぱいあったかな。え例えばどういう好奇心。で勉強していくわけですよ。トーイックみたいなさ、トーフルみたいなやつでいくと、その日本だと割とこう有数みたいなところまで、すごい優秀な状態でいくわけですよ。でも行ったらなんか一日持たないわけですよ、その英語量じゃ。うん、なんかうわ全然通じないみたいな。あ向こう行ってね、はい、朝から晩までじゃないですか、うん、あの朝起きておはよう今日何にご飯食べる、うん、とかいうところから、学校のはこうやって行くんだよとか言われるやつで、うん、もうなんか分かんないみたいになってるわけですよ。でもそれで学校行くわけじゃないですか、うん、そうするとなんか1科目15ページ読んでこいとかいう宿題が出るわけですよ。で15ページどころ か、 なんか1パラグラフしか読めないみたいなっていうのを5教科やると、なんかこう軽くね60ページ70ページみたいになるわけですよ、うんうん、そうすると読んでこいって言うけど、いや読めないけど読んでこいって言われたかすらちょっとはあの定かではないみたいな感じの英語量なんで、英語力なんですよ。そうすると面白いなっていうのはやっぱりある。でもそこで宿題が出るっていうんだったら持ち帰ってやるっていうことで、まあ一人で取り組めるけれど、その場で例えばディスカッションとか発表とかってあるでしょ、うん、そこどうやって乗り切ったのかしら。えなんか笑ってる微笑んでるみたいな。ただひたすらそこで佇んでいる微笑んでいるでもなんかそれこそそこでケンタロウとかって言って How are you? とかっていう風に聞かれちゃったりするでしょ。イエスとか言ってるだけで、イエスって言ってイエスっていうだけで本当にだからそこで乗り切れた。いや乗り切れないけど、乗り切れないよね。まあ先生も気遣ってくれるから、周りも気遣ってくれるから、かある程度助けてくれるので、うんうん、なんかこうね一期一会増えていくわけですよああ確かに毎日毎日ね、そうそう少しずつね毎日毎日
あ、今日これ進歩したとかいうのは分かるので、その成長は分かりやすい、うん、っていうのはありましたね。どうか半年ぐらいかかったかな。半年してある日、うん、朝起きたら、うん、なんか全部分かったっていう、全部スッて全部日本語のように入ってくる日があって、あのよくそれ聞くけれど、うん、ある日突然そうやってこう朝起きたら英語ができる自分になっているあれなんか全部わかるみたいな。うわー、そっから見える世界ってよくこうどんなこと感じました。うわ、こういうことがあるんだと思って、うん、あ、なんかじっくりやるとなんか大きいんだなっていうのは気づいたかもね。はあ、アメリカですごくいいのは、うんうん、そのなんていうのかな、すごいオープンに聞いてくれるんですよね。うん、あのどういうふうに将来はどういうふうになりたいのかっていうのをまともに聞いてくれるんですよ、うんね、そう将来何になりたいの、うんうん、そのためにどういう勉強しようかみたいなことっていうのはすごくこう通ってくれる人が多いわけですよ。先生にしろ、学校のカウンセラーにしろ、親にしろ、へ、うん、お友達にしろ、そういう環境の中で日本だったら普通に将来何になりたいのって言った時に言うべき言葉ってある程度決まってるじゃないですか。なんとなくね、夢語れって言ってもう枠がある感じね、うん、でなんかそれじゃない夢を、例えば、うん、なんだろうな、こうレーシングカーのデザイナーになって、うん、あの一番速い車で優勝させたいですとか言うと、なんなれるわけないやとかさ、うん、なんか言われそう、うん、だそのつもりでアメリカでそれを言うと、いいじゃないそれって、それ一緒に実現する方法考えようよとか言われるわけですよ。アメリカではそうなんだ、うん、だから、うん、アメリカ人にとってはそれが日常なので、うん、社交辞令だというふうに取る人もいっぱいいる、うん、まあ、はいはいって感じなんだけど、うん、こっちからすればもうセンセーショナルなわけですよ、もう、うん、なんかみたいな感じになる。あ、自分の夢って言っていいんだみたいなね。調子に乗りまして調子乗っちゃった、はい、それからというものなりたいものにはなりたいって言ってよくて、で言えばそれに対してサポートが得られるっていうような環境が、あ、こういうこの地球にはあるんだと思って、それをじゃあ実現するっていうことを真剣に考えたらどうなるんだろうと、うん、で本当に実際にそのじゃあ F1 チームの、こうあのレーシングカーのデザイナーになりたいっていう話をしてたら、いやその仕事どういう仕事か分かんないからさ、一緒に手紙書こうって言って F1 チームに手紙を一緒に書いて送るみたいな。そうすると F1 チームから返事が返ってくるでこの勉強しなさいとか返ってくる